今現在韓国のソウルにおける日本国大使館前では韓国人のボートが大使館を都営旗へと取り囲んでいる。そして韓国の警察はそれを全く規制してないんですよ。それに対してね、この警護は何ですか。一体我々は大使館から、ね、全然使えることができないじゃないですか。韓国の警察が日本大使館を警備しないのだったら日本警察も韓国大使館を警備する必要がないんですよ。それが総合主義ってもんじゃないですか。もっと近くに我々を寄らせなさいよ。その今現在韓国大使韓国における日本大使館を包囲している群衆が何を叫んでいるか。日韓併合条約102年前に遡って無効であると叫んでいる。もし無効だったら結構ですよ。我々も無効にしていただきたい。だったら102年前の時点で日本が大韓帝国に貸してたお金を返してくれよ。今の日本円に直して約3兆円のお金を併合前に日本は貸して併合条約によって全額タラにしてる。それを返してくれよ。さらに併合の後日本は発電所を作り鉄道を敷き橋を渡し道路を整備し学校を作り保健所を作り農村協同組合を作り米の生産量を3倍にした。日韓併合条約が無効だったらその時にかかった36年間今の日本円にして62兆円返してくれよ。日本が敷いた鉄道線路を全部返してくれよ。新法ダムに置いた東芝とウェスティンガハウス社のあの巨大な世界最大の発電機返却してください。返せ。36年間我々日本人は韓国に対しあらゆる学問を教えてきた。あらゆる技術を教えてきた。学校を作り全ての技術日本の持っているものを教えてきた。戦後も同じように製鉄技術から何から全部日本が教えてあげた。あなた方韓国人は全てそれを学んできた。でも一つだけ学んでこなかったことがあった。それは恥を知るということですよ。恥を知りなさい。恥を。昭和40年の日韓条約が無効だって言ってる。結構ですよ。無効にしてくれ。だったら8億ドルを返してくれ。在日韓国人に与えた特別永住権こんなもの取り消ししてやるよ。特別永住を取り消すから直ちに40万人の韓国人は一般永住者として永住権の申請をし直しなさいよ。そうしたらかなりのウエイトの韓国人特別永住者は犯罪行為によって一般永住権なんか取るわけないじゃないですか。特別永住を認めてるから韓国の犯罪者は日本にのうのうといられるんじゃないですか。連れて帰りなさい。連れて。我々は帰国事業を再開しますよ。あのね、いいですか。日本バスが日本の天皇陛下に謝罪謝罪でなくて膝を崩して土下座しろって言ったんですよ。いいですか。日本の歴史でですよ、2600年の歴史で日本の天皇に土下座しろと言った国は韓国以外にどこもないんですよ。我々未来永劫イミョンバクと大韓民国を許すわけにはいかないんです。さよなら韓国。私はね、韓国人はね、日本に対して感謝こそすれ恨みに思う。そんなもん、そんなもん
我々は絶対にこれを忘れてはならない。スプレスコール、我々は日本国の不敬発言を許さないぞ。我々は韓国サッカーチームのあの無礼な振る舞いを許さないぞ。我々は尖閣列島に上陸したチナ人を許さないぞ。さて皆さんね、私はね、韓国北京のみならず日本国政府にも抗議したい。イミョンバクがいいですか、竹島に不法上陸するということは分かってた。イミョンバクがソウルを出発したときに日本の海上保安庁は何やってたんですか。近くに寄りないまでも全海上保安庁の関係をですね、竹島近辺に集結して臨戦態勢を取る、それぐらいのことが何でできなかったんですか。あの時間帯にほとんどの海上保安庁職員は夏休みを取ってたんですよ。皆さん、私が国土交通大臣だったらね、直ちに全海保職員の休暇を取り消し、全員元の職場に戻れと、そういう命令を出しますよ。それだけで、それだけで韓国に対してはものすごい圧力になるんですよ。ね、あの昨日ね、尖閣列島にシナ人が上陸した、それでは海上自衛隊は一体何やったんですか。海上自衛隊の自衛官はほとんど全員夏休みですよ。こういう時こそ海上自衛隊の護衛艦はエンジンをかけて、非常講習をかけて、休暇を取り消して、パチンコやってる自衛官も全て集めて臨戦態勢を取る、それが政治というものであり外交なんですよ。憲法の範囲だってできる。日本の軍隊、海上自衛隊や陸上自衛隊や、そして海上保安庁が臨戦態勢を取るだけで中国韓国はビビるんですよ。なぜそれができないんだ。日本国政府は何のために保安庁や自衛隊があるんですか。皆さん、私はね、日本国政府がだらしない、日本人がだらしないから舐められるんですよ。韓国と日本の国力どれだけ違うんだ。10倍20倍の国力が違う、なのにどうしてペコペコ舐められてるんですか。まして国家元首たる天皇陛下に膝を起こして謝罪しろ、ふざけんでもいいかげんにしろ。日本人が舐められてる、日本人がおとなしいから舐められてるんですよ。怒れよ日本人。日本国政府に抗議しましょうよ。ね、直ちに国土交通大臣は海上保安庁の艦艇を竹島沖に集結しろ。本日私たちは日韓の国交断絶の一つ、むしろ断交すべきだと、そういう声を上がっております。そしてあの帝国家を要求しなければならない、その意味でこちらが日韓といったら断交と申し訳ない、韓国といったら要求と申し訳ない、日韓断交韓国要求でまいります。成功！日韓断交！韓国要求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 ！韓国と断交するぞ！帝国か韓国を要求！ありがとうございました。